エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック。希望の働き方に合わせてご紹介いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、年収チャンネル上本です。山本です。今回はですね、新しいゲスト富永ボンドさんお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。何者ですか？世界で唯一木工用ボンドを画材として絵を描く画家です。木工用ボンドを画材としてっていうのはどういうことですか？ボンドって通常白いじゃないですか、はい、これに黒の水性絵の具を混ぜてボンドを黒く着色してるのとね、ちょっと見えますかね？あ、見えます見えます。この黒いボンドを使って絵を描いてます。色と色をつないでいる黒く光ってる部分ありますよね、線の。この色と色をつなぐところが接着剤のボンド。それで立体感出ますみたいな、そういう話なんですか？そうですね、まあ黒にしてる理由とか、なんでここだけ立体的になってるかとかっていうコンセプトは全部あるんですけれど、ボンドアートの役割って人と人をつなぐ、人とアートをつなぐ、接着剤なんで創作テーマはつなぐ、作る。でライブ創作を通してより多くの人に絵を描く作業が人にとって大事であるということを伝えていきたい。これが作家活動の目的なんですね。画家になるっていうのは何をすれば画家になるんですか？絵を描いて仕事をしている人が画家ですね。絵をまあ販売したりとか、制作依頼を受けて絵を描いて生計を立てている人がまあ画家っていう職業なんですけども、画家って一言言ってもたくさんの種類の画家さんがいらっしゃると思うんですよね。で皆さんがおそらく想像される画家のイメージって、公募展に出展して賞歴を重ねて賞レースに出て画壇に属してどん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 上に上がっていって有名になる、そしてギャラリーと契約をして仕事をするみたいな、一般的な画家のイメージじゃないかなと思うんですけれど、めちゃめちゃ少ないです、多分そのやり方で画家として食ってる人って。そもそもそのタイプの画家で食ってる人って日本にはプロ野球選手より少ないと思います。画家で食べてる人、名前何人言えますか？いや僕誰も言えないです。僕も言えないです結局そこでギャラリーと一緒に仕事をして、で生計を立ててる人がほとんどなんですけど、そもそもギャラリーって何なのかっていうと、コマーシャルギャラリーとレンタルギャラリーってあるんですよ。コマーシャルギャラリーというのは、そのギャラリーに作家さんが所属をしてギャラリー主催で展示会を行って、ギャラは 50-50 ですよみたいな感じ、まあ、要は芸能事務所みたいな感じですよね。でもう一つレンタルギャラリーっていうのは、作家さんが個展をしたいって自分でお金を払って個展をします。でそのレンタル代、作家さんからお金をいただいて運営しているのがレンタル。どっちもやってるところはあるんですけど、コマーシャルギャラリーに所属してやれる作家さんってものすごいごくわずかやと思うんですよ。そういう作家さんは、例えばもともと売れてるからそこと契約することになるとか、そういう感じなんですか？そうとも限らないですね。新人賞みたいなのを受賞した方がギャラリーでやってたりとかっていうケースもあるとは思うんですけれど、なかなか狭きもんじゃないかなと思います。僕もその美術の分野には正直いないので詳しいところまではわからないんですけども、美術っていう分野にいる作家さんたちって美術教育を受けてその道で上り詰めていく人たち、まあいわば王道やと思うんですよ。中学校高校って美術勉強するじゃないですか。美術の評価軸でみんなの作品は評価されていくんですよ。でそこであなたは上手いから賞をあげますとかで教室に張り出されたりとかして、あ私は得意なんだと、で絵を描き続けていって、デッサン勉強して芸大美大に入りますよね。ただ美術教育の過程で私は苦手だって思ってしまった人は、もうその時点で絵描きって多分目指さないし、私は下手くそなんだと思って絵が苦手になっちゃってもう描かなくなると思うんですよ。でもそれってすごい僕もったいないなと思ってて、絵って人の数だけあるし、そもそも美術の評価軸で評価されなかったからといって絵が下手いからダメってもんでもないと思うんですよ。そもそも描くっていうことが大事なんで。じゃあ美大芸大を卒業した人たちが何パーセント画家として食っていけてるのか、これ論文が1個あって 1% です。えそこまでいっで1% なんですか？でその他の人が何の仕事をしてるかは分からないですけど、デザイン事務所だったりとか、あとイラストレーター、漫画家志望とか、まあ、いろんな絵描きがいると思うので、画家になるっていう選択肢を芸大卒業した時に取るかっていうのね、全万払って美大芸大に行って 1% しかなれないのにそこの道通って画家目指していく、まあ、そういう人もいるでしょう。絶対間違えるよね。ただそれだけじゃないんだよっていうのを僕は広く知っていただきたいなと。ボンドさんは今、まあ、ボンドアートっていう形でそれを販売したりっていうので、まあ、生計を立ってらっしゃるじゃないですか。芸大とかは出てらっしゃらないんですか？出てないですよ。どうやってその道にたどり着いたんですか？お酒と音楽ですね。僕は音楽大好きで、ヒップホップが好きなんですけど、クラブカルチャーが好きで、20代の前半はもうずっと CD ジャケットと
かイベントのフライヤーとかなんか作ってましたね、グラフィックデザイナーとして。で初めて絵を描いたのが26歳の時なんですよ。今39なんですけど、13年前、だから26までもう一切絵とか興味なくて、描いたことなかったし、画材のことも分かんないし、描き方も分かんないもんで、もちろん絵うまいとは自分で思ってないし、ちょっと人と違ったことをやってみようと思って、でボンドアートを始めてみたんですけど、描き方知らなかったんでベタベタってログって、その周りを縁取るくらいしか思いつかなかった。その時はで、初めの1枚目から僕はずっとライブペインティングです。僕絵描いてる時は絶対周りに人がいますね。最初どうやってお金いただいてたかっていうと、絵もちろん売れなかったですよ最初。ちなみに絵って買ったことあります？ないです。買う文化ってそんなないじゃないですか。日本にはそんなにないんです。そうですよね。どっちかっていうと漫画は買うでしょ。漫画は買う。アニメとかも見ますよね。この文化がすごい日本では発達してきたので、技術大国日本だし、アニメとかそういうカルチャーは日本が誇れる文化やと。逆にその西洋とかの美術とか、まあ、ニューヨークの現代アートだったりとかっていうのは、まあ、もともとそういう美の歴史があって、市民の生活の中に根付いてるんです。もともと趣味の選択肢の一つに入るんですよ。バイク好きな人ってめっちゃバイクにお金使うじゃないですか。と一緒でアートめっちゃ好きなんですよ。それで買う、なくてもいいんだけど買う人は買うじゃないですか。そういうもんで、趣味の選択肢の一つとして日本人の生活の中にアートが根付いていないっていう、ただそれだけの理由ですね。あとは生活必需品ではないんですよアートって。要はもうあってもなくてもいいんですよね、極論。アートとか絵っていうのはインテリアとか家具の中でも一番後回しじゃないですか。だから嗜好品なんですよね。もう余裕のある人が買うものやから、若い人たちが買わなくても当然やと思うし。どうやってじゃあ最初生計立てたんですか？僕最初は出演料でしたね、イベントの。ライブペインティングパフォーマンスにお金をもらえたっていう感じですか？そうです。僕が出演すると出演料っていうのをいただけるんですけど、出演料をいただく代わりに僕は何をしないといけないかっていうと、集客しないといけないです。イベントにお客さん呼ばないといけないですよ。だってイベントの収益上がらないと僕のギャラ出ないから。ただ行って絵描いてお金もらえるなんてことは絶対ないですからね。人めっちゃ呼んでました、チケット。俺の絵見に来てくれ言うて。ここで認知度も高まるじゃないですか。で当時は SNS ってまだミクシーしかなかったんですよ。ミクシーで描いたりとか、このイベント出ますとかって、でそこでまあお金をいただいたりとか、そうやってこう何回も何回も来てくれるうちに気に入っていただけて、あお前これいいじゃん、これ買うよ。でもなかなか絵買うってすごいハードルが高いので、グッズを作ったんですよ。2014年にニューヨークのアートフェアに出展した時に、お金が200万ぐらいいったんですよね。単独ブース出すのに。クラウドファンディングっていう言葉自体がみんなあんま知らなくて、俺ニューヨーク行きたいからみんなお金お願いしますって言って、で、その時初めてリターンとして作ったのが、スマホケースとキーホルダーでグッズをいっぱい作り出して。アートってもともと実用性がないんだけど、実用性が備わると、日常にアートって根付くんだなって思ったんですよ。スマホケースの誰って言ったら、画家の富永ボンドってやつって、これボンドで描いてんだよねって言って、ですごい広がっていって、それが運よくいいマーケティングになってたのかなっては思いますけど、グッズ制作っていうのも大事かなと。ボンドさんみたいな売れ方の人って珍しいんですか？画家の方の王道パターンというか、この人はこうやって売れたとかでも、やっぱ人それぞれになってくるんですか？人それぞれなんですよ。ただ先ほど言ったように美術の業界を目指している画家の人たち、絵描きさんたちが多いので、絵描いてたらいつかすげえギャラリストが見つけてくれてめっちゃ有名になれるみたいなことを思ってる人が多分いると思うんですけど、絶対とは言い切れないけどほぼないです。自分である程度動かないと無理です。だってこの例え話よくするんですけど、パンの焼き方しか知らないパン屋と同じなんですよ。味付けの仕方とか見せ方とか売り方学ばないと画家なんか食っていけない。だってパンよりも絶対いらないですもん、絵の方が。もうすっごい何にもなくなってめっちゃお腹空いてる時にパンと絵があったら絶対パン取るぞ。パン優先順位が低いんですよ。だから僕世の中で一番売りにくい商材やと思うんです絵って。ただこれから先ちょっと変わっていくんじゃないのかなっても思ってて、物を買うことで豊かさが得られにくい時代になってきてるような気がする。戦争って物があんましなくて、テレビとか洗濯機とかが新しく出てきた時に、うわテレビ変えためっちゃ嬉しい。でも今ってもうスマホどんどん新しいの出るし、みんなスマホ持ってるし、物買ってすごい豊かだなって思うことがあんましなくなってきてて、新しくなんか欲しいって思うものがなくなってくるっていうか、なので売る側が大変なんですよ。
これか。物よりことだったり体験価値だったりっていうようなのにはなってくると思いますよね。そうですね、メタバースにもっと移行していくべきっていうか、もう移行していってますけど、そっちでの働き方もあるだろうし、画家で言えば NFT アートとか、まあ、僕もやってますけど、それがアバターになったり、それをゲームで動かしたっていう時代ので、物はきっとみんなもっとメタバースで売り出す。であとこの現実世界ではやっぱり心の豊かさを求め出すんです。みんな心を動かすアート作品とか、そういうものはもっと現実世界でもスポットライトを浴びるに僕は思ってます。画家の方の収益の立て方みたいな、ちょっと現実的な話なんですけど、何をメインで見て収益立てるんですか？やっぱり一番は絵ですね。絵が売れる。売り方も様々なんですけどね、通販サイトをやってますし、アトリエに買いに来ていただけたりとか、制作依頼ですとか、絵が一番利幅が大きいし、原価率で言えばですね。あとはグッズだったりとか、そういうものを収益にされてる方もいらっしゃるんですか？あ、そうですね。例えばですけど、うちで新しい T シャツを出したいからその絵を描いてくれよみたいな、そういうデザイン提供みたいなのもあったりするんですか？ありますよね。僕は完全にこの絵って富永ブンドみたいな感じになってきてて、ブランディングしてるので、まあ、コラボみたいな感じにはなるんですけど、例えばシャンプーのボトルの絵柄になってコラボレーション富永ブンドみたいな感じにはなったりはしますけど。シャンプーのボトルになったとするじゃないですか、ギャラってどうなるんですか？固定なんですか？あ、僕の場合はデザイン提供みたいな感じになります。だから原画を1枚描いて、それを買い取ってもらってシャンプーのデータを作って納品。売れれば売れるほど入るとかじゃないですね。インセンティブ契約ってちょっと分かりにくくて、僕はあんま好きじゃないんですよね。お酒のラベルになって、お酒1本売れるたびにインセンティブっていうのは確かにやってますけど、ややこしいので僕はやってないですね。画家の人ってもちろんピンキリだと思うんですけど、どのくらい収益上げてらっしゃるんですか？1500万から3000万ぐらいです。画家として占める割合って今の収益の年商のどんぐらいなんですか？半分の2ぐらいですかね。そうなんすね。今はライブ配信で絵を描いてるので、ライブ配信の投げ銭の収益と描いた作品が通販で売れたりとか、イベントの出演料も大きいんですよ。1回出演して10万とか20万とか、プラスそのイベントの売り上げの金額とかも乗ってきて、インフルエンサー的な仕事とかもあるので、なんかそういうタイプの画家って僕あんま知らない。みたいなタイプの人ってセルフプロデュース型っていうんですかね、3パターンぐらいあるような気がして、画家ってさっき言った美術の王道行く画家と、あと僕みたいにセルフプロデュースでクライアントワークは基本やらない、こういう絵描いてっていうのはやらない、で社会に対して作品を通して問題提起をしていく芸術家的な画家、あと一つはさっき言ったクライアントワーク、イラストレーターさん的な画家、これを描いてくださいって描いて納品をするっていう、多分この3種類ぐらいじゃないかなと思うんですよ、画家って。まあ漫画家イラストレーターさんを省いたらですね、僕みたいなタイプの絵描きさんってあんまし合わないですね。会ったことないですね。画家自体に合わないです。画家自体に合わない。画家合わないです。だいたい引きこもってるですからね。人と合わないので画家って。ぶっちゃけ画家界の中だったらボンドさんって稼いでる方なんですか？いやいやいや、全然ですよ。現代アートのトップアーティストなんかもうえげつないでしょ、多分。何億なんですか？オークションで何億円で落札とかってあるじゃないですか。あれって漫画が映画化された時に原作者にお金があんまり入ってこないのと一緒で、作品持ってる人が出展しているので作家にはお金入ってこないんです。なんかそこで価値が上がってしまうと自分で売れにくくなるから、僕オークションとかもあんまし出したくなくて、むずいですよね、あれ本当に。勝手に買われたら出されるかもしれないですね、オークションに。その辺のスキームちょっと分かんないですけど、一作品何億円とか、千万とか。吉岡徳仁さんって僕と同じ佐賀県の美術家の方、オリンピックの聖火トーチデザインされた方がめちゃめちゃすごい。トップの人たちはそれこそ1枚描いたらお金持ちが買ってって何億とかっていう世界にもなってくるとかな。あ、多分なるでしょうね。ネームバリューってめちゃめちゃ大事なんですよ、作家にとって。なんでかっていうと、例えば絵買われるとするじゃないですか、で家に飾るじゃないですか、お友達とかお客さん呼ぶじゃないですか家に。でこの絵誰ってなった時に、あの人の絵なんだよねって名前言った時に知っててわーってなってほしい。確かに確かに。でその作品が例えば何億円とかでそれを所持しててパーティーやった時に、例えばじゃあバンクシーの何億円のやつじゃないかみたいな、その投資家とかお金持ちの方たちの、まあ、ステータスとか、まあ、投資的な作品みたいなものももちろんありますよね。でもそれ結構なんか雲の上の話で、でも僕たちにとっても、例えばじゃあこの作品もボンドの絵ですって分かっ
ってたらやっぱ嬉しいじゃないですか。そういう作品はやっぱり持ちたいってみんな思うし、ネームバリューすごい大事だなって思います。画家を目指してる人はみんな挫折する人もいれば売れる人もいればっていうなると思うんですけど、挫折する人とかってどうなったかってご存知ですか？辞めてる人多いですね。美大に行ってたけど今書かないんですよねっていう人たちは多くて、で大体理由聞いてみると独自性が難しいって言ってました。公募点出しても賞取れないし、書くのが嫌になっている。作ること楽しまないと続かないと思うんですよ。楽しいことと頑張ることってハッピーセットって僕言ってるんですけど、生みの苦しみとかどんだけその思いを込めてこれを書きましたかとか、絵って作ることに意味があるので、作品評価されるために書くというよりかは作品を作るためにあるっていう考えなので、プロセスがものすごい重要、楽しまないといけない。でも作品のコンセプトとかテーマとかっていうのも言語化して答えは用意しておかないといけない。作品見た時に答え合わせって必要ないと思うんですよ。何に見えてもいいと思うんですけど、これを僕がどういう思いでどういうコンセプトで書いたかっていうのを知りたいっていう人がいたとして、で知った時にあ、やっぱり私はこれが欲しいですっていう風になるから、ビジネス的に言うとそこができてない人たちが結構多いんじゃないですかね。最後にアートの道に進みたい人にアドバイスをするとしたら、ボンドさんだったらどういうアドバイスされますか？僕みたいなパターンの画家になるって、はいはいはい、これ見てる人少ないかもしれないですけど、一つ目はデザインを学ぶことですね。グッズを制作したりとか、セルフプロデュースをしたりとか、あとマーケティングするのにもデザインの力必要だし、あと一つは営業力です。コミュニケーション、めっちゃ現実的、めっちゃ現実的な画家って特別やと思われがちなんですけど、全然特別じゃないんですよ。今言ったデザインと営業ってどの仕事に関しても必要なことですよね。営業ないと企業って成り立たないじゃないですか。じゃあ画家って何、仕事したいんじゃないのか。絵描いてるだけで食えるはずがまずないんです。デザインもやりたくない、営業もやりたくない、絵だけ描いてたりです。甘すぎますよね正直。好きなことで食えてていいですねって僕結構言われるんですけど、好きなことで食うためには嫌いなことも同じくらいしないといけないです。本当に好きを諦めない努力と嫌いを受け入れる覚悟が大事。すげえ刺さりました、まあ、確かに外から見たら好き放題やってる人って見え方になりがちじゃないですか。こうアートの人とかってめっちゃ大変っすね。僕は一応その株式会社の社長なんで、起業家としてもやるべきことがたくさんあるんですけど、社長じゃないにしろですよ、個人事業主で画家やるんだって社長みたいなもんじゃないですか。事務もやんないといけない、会計もやんないといけない、メール来たら返さないといけないんじゃないですか。その社会人として当たり前のことをできないと画家はやれません。全然アーティストとか画家とか特別じゃないですよ、仕事です。なるほど、分かりました、ありがとうございます。 TikTok だったりとか通販とかもやってらっしゃるんですよね。あ、通販やってます、はい。ボンドさんの SNS だったりとか通販サイトだったり概要欄に貼っておくので、気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。アトリエを紹介したいみたいなお話ちょっとだけじゃあお見せしていいですか？はい、ぜひぜひ。ショップですけど、スマホケースとか、あと、はい、うん、アクセサリーも通販はあります。へえ。マグカップとか。マグカップめっちゃ可愛くなる。なんか小物に合います。小物とか。うん。あと洋服もあります。ブルゾンジャケットとか。へえ。種類がありますね。とかお財布とか、まあいろいろグッズ300種類ぐらいありますので、ぜひ通販サイトを見てください。ということで本日のゲスト富永ボンドさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中、概要欄をご覧ください。